おはようございます。2018年5月14日古民家風の家、最後の朝ごはん、じゃーん。今日はもうなんていうか、ミンチカツ、そぼろ納豆、辛味噌、ご飯がなかったからトーストっていう、まるで本当それにお味噌汁、本当に朝ごはん、いつも定番の朝ごはん、パンバージョンって感じです。でね、今日はこのね、このソースが焼肉ソース自家製、これがめちゃめちゃ美味しくてね、これを今からメンチカツにつけて食べますということで、まあ何の変哲もないいつもの感じですが、これを食べて今日は一日頑張ります。それでは皆さん、古民家風の家、また向こうでした。